友近のサタデーミュージックボックス。リクエスト曲もいただいてますよ。千恵子さんと川中美幸さんが歌った恋する大阪お願いします。あの歌はいいね。 CBC のアナウンサーの石井くんが大好きな曲これ。はい、千恵子さんとじゃあ川中美幸さんの恋する大阪聞いてください。どうぞ。では何でもランキングいきましょうか。はい、実は海外にも拠点がある意外な芸能人ベスト5。第5位、田村えり子さん。そうですよ、田村えり子さんは海外行きましたね。マイク・タイソンが愛した女なんていうふうにね、昔言われてますけどもね。アメリカに拠点ということで。あ、そうですか。第4位、デューク・サライエ、モナコに拠点がある。それ知らなかったです。第3位、一色紗英さん、アメリカ・ロサンゼルス。ああ、日本ではじゃああんまりいないのかな。うん。第2位、桃井かおりさん、アメリカ・ロサンゼルス。わあ、すごいですね。かっこいい生き方です。第1位、もっくん、イギリス・ロンドン。なるほど。工藤勇気さんもそうじゃない?ねえ、ハリウッドで。あと、菊池凛子さんとかどうなんですか?まあ、意外やからそうか。意外な人であげてるから。もっくん確かに意外ですね。日本にずっといるわけじゃないんだ。もっくんと会ってみたいな。私一番もっくんと喋りたいかな。うん、お会いすることもないし、どういう感じかっていうのもちょっと知りたいし、興味ありますね、もっくんには。やっくんさんにはね、花丸でお世話になりました。やっくんの家で毎年クリスマスパーティーやるんですけど、毎回カードいただいてね、行ける時に行かせていただいてるんですけども。まあ、立派なお家ですよ。そして奥さんのひでみちゃんがいます。もう、なんか嬉しいですね。80年代が大好きな私にとったら、うわ、ひでみちゃんとやっくんがいるっていう感じです。はい。というようなランキングでございました。では、真夜中の勝手に裁判所行きましょうか。はい。世間ではどっちなんだろうということを有罪か無罪かを決定いたします。それではこちら。店に入ったばかりなのに何かお探しですかと聞いてくる店員。そんな人いますか？あ、服屋さんとかでか。何かお探しですか？いや、だからこれはどういう服、どんな感じのニュアンスの服を探してるんですかっていうことだから、これは全然いいでしょう。はい。これ、何か探しですかって、なんか落とし物みたいな言い方してますけど。店に入った、洋服屋に入ったばかりなのに、何かお探しですかと聞いてくる店員が嫌だという。これを考えた人は嫌なんでしょうね。私は無罪です。はい。仕事中ずっと爪を噛んでる人。これはね、行中が湧きます。やめましょう。待ち合わせ時間の30分前にドタキャンする人。こいつはあかん。まあ、それ病気とか仕方ないよ。でもね、病気って嘘つく場合もあるよね。こうやって30分前のドタキャンはやめましょう。はい。これ、だから有罪です。人前でも気にせずにすぐ泣く人。いや、これはいいですよ。だって泣きたいんだから。これは無罪ですよ。何言ってるんですか。何を話していてもすぐ自分の話持っていく人。まあ、これはね、気づくんですよ。後々。でもまあ、人に言われて、こう、なんか意地悪されて気づくかもしれんし、自分から気づくかもしれんし、私はまあ自分で気づいたタイプです。やっぱ小学校の時とか中学校の時とか自分の話したいじゃないですか。でも人がそういう話してると、あ、ちゃう、自分もそうなってるって思ってやめましたけどもね。はい。まあでもこれは、うん、大人になってこれは有罪です。子供のうちはまあまあ許してあげましょう。はい。人混みでぶつかった時に舌打ちをする人。これはもう自分のことしか考えてない。やっぱり、なんていう、理性が働いてない。こういう人はね、ちょっと犯罪する恐れがありますから、今のうちに有罪にしておきましょう。人前でこそこそ話をする人。ああ、まあ、これは有罪だね。やっぱり子供の前でそれをすると子供が真似しますからね。で、別にこそこそ話でせんでええやんっていうこともこそこそ話でしようとする人いますからね。な、なんなんでしょうね。なんかこの人と特殊な話をしてるよっていうのを周りに思われたいのかな。うん、こそこそ話は良くないです。これはまあいろんなことの教育上良くないので有罪にしておきましょう。はい。ということで、真夜中の勝手に裁判所でした。では曲を聴いていただきたいと思います。キーポンシャイニングにもゲストに来ていただいております平原彩香さんでジュピターです。 Every day
はい、あの平原綾香さんとね、水谷さんがこうキーポンシャイニングで共演してて、やっぱジュピターを一緒にこう歌ったんですよ、東京公演でね。なね、息継ぎが結構聞こえるんですよ、平原さんの。あれはね、きっかけをちゃんと作ってるらしいですね。だから歌う前にその音で自分のきっかけが分かるというか、だから千恵子さんがここどうやって入ったらいいか迷ってんのよ、言ったらその前にって息継ぎしてください、そしたら入りやすいです、って言ったら入れたんですよ。うん、でもこれイントロクイズやったらこれすぐ分かります。 CD にエブリーって入ってるから、はって言ったら、はい、ジュピターってこうなりますからね。はい、イントロクイズで私はジュピター一番に当てられる自信あります。はい、というわけで聞いていただきましたありがとうございました。では千恵子さんにバトンタッチしたいと思います。千恵子さん、どんまい千恵子のよっこいしょラジオ。はい、どんまい千恵子のよっこいしょラジオでございます。そう、平原彩香ちゃん本当にお歌がうまくって、お腹の底からすごく出るわけ。めちゃくちゃインナーマッスルっていうか鍛えてると思うよ、体幹を。で、綺麗。なんだかね、ちょっと接しているとね、外国の方っぽい感じもすんのよね。ちょっと日本人っぽくないというか。うん、で、ミュージシャンの方ってみんなさ、お願いしますだけじゃなくて握手、もしくはハグするわけ。うん、彩香ちゃんはハグするタイプ。だから千恵子ってそういう演歌会でハグとかないからちょっと照れちゃったりなんかしちゃって。うん、でもすごくね、いい感じの体だった。で、声もね、厚みがあって、ね、迫力満点。彩香ちゃんはいい女。あれは色気もあるし。ちょっと男の人喜ぶんじゃない、あれは。そんな感じがしました。はい、じゃあ新しいコーナー、心理テストのコーナーいきますよ。好きな動物を3つ挙げてください。理由もお願いします。皆さんもやってください。ちえこはね、コアラ、犬、カンガルー。コアラはね、友近ちゃんがよくコアラって言って、あの手を鼻に持ってくるコアラのモノマネしてるじゃん、あれのイメージがあったから。コアラ。犬は犬が好きなわけ。チエコも飼ってるし、サフランちゃん。カンガルーね。カンガルーは、まあ、コアラから引っ張られたのかな。なんかこう、ぴょん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 可愛いじゃない。そしてポケットの中から、子供が出てくるでしょ？あれポケットっつったって体だからね。うん、そこからもう一匹出るなんて不思議。だからこの三つにしました。皆さんは何をあげましたか？はい。この問題であなた自身のことがわかります。一番目に挙げた動物と理由が今の自分がなりたい理想。え？一番目チェコ、コアラだよ。チェコ、コアラになりたいの？そして友近ちゃんがよくこうやってるって。あ、友近ちゃんがああいう風にやってるモノマネもやりたいのかもしれない。じゃあチェコも。それはあるかも。あのモノマネだって可愛いもん。うん。二番目はチェコ、犬って言った。二番目は、今の自分がどう見られているか。千恵子は犬に見られてるみたい。皆さんはどう見られてましたか？犬ってでも可愛いじゃん、いいじゃん。でも千恵子確かに犬みたいって言われたことがある。鼻が詰まってる時クンクンって言ったりとかさ。あとさ、食べ方が犬みたいにちょっとガカってなる時があるのよ。それで言われたことある。うん。三番目は千恵子カンガルーって言いました。三番目、本当の自分を表しています。え？チエコカンガルーなの？あ、確かにさ、ぴょん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 、跳ねるってとっても可愛いのよ。で、東京ラブストーリーでさ、鈴木ほなみちゃん演じる赤なりかちゃんがぴょん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 歩くわけ。それって可愛いなって思ってたの。で、それがやっぱり、ちょっとチエコの中で気になってたのかもしれない。そこからカンガルーが出たのかもしれない。それはわかんないけど。でも、自分を表してるんだって。カンガルー。チエコにはポケットはありませんけど。でも、子供をこう、すごく大事にしてるっていう、チエコはすごく子供とか好きだからさ、そういう意味なのかな。あと、ボクシングも好きよ。カンガルーはよくボクシングするじゃん。よくはしないか。うん、そういう意味で、まあ、自分を表してるんだって。でも、可愛いからよかった、カンガルー。以上、心理テストでした。今後もまたしていきますから、よろしく皆さんも一緒に考えてね。ありがとうございました。ではここで、キーポンシャーニング歌謡祭に来てくださる方の曲を続々とちょっと紹介しますよ。はい。では中村雅俊ちゃんが仙台公演に来てくれるっていうことで、中村雅俊ちゃんで、恋人も濡れる街角どうぞ。ねえ、雅俊ちゃんも渋いんだよ。楽しみ。よろしくどうぞ。
では今月の1曲です。出光ひとみちゃんで、かなしゃかなしゃです。はい、ありがとうございました。それでは、友近ちゃんにバトンタッチです。友近ちゃん。はい、ありがとうございました。ね、心理テストは面白いですね、やっぱり。まあ、でも、千恵子さん、カンガルーってわけじゃないよね。なんやろな、千恵子さんは、でもいろんなところ飛び回ってるって考えると、まあ、動物じゃないけど、鳥とかね。あとなんでしょうね。猿ではないか。まあ、ぴょん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 するって言うとやっぱカンガルーなのかな。確かに合ってるかもしれません。ちなみに私は、一番目に思い浮かんだのが、パンダです。何でしたっけ？一番目。なりたいな。パンダにはなりたくはないんだけどな、あんまり。そして二番目に出てきたのがクジャクは何やったっけ？自分がどう見られているか。クジャクに見られてるんだ。私。ふわってこう広げてる感じ。そして三つ目に出てきたのがコアラかな、やっぱり。うん。本当の自分。あ、私はコアラなんだ。わかる気がする。コアラの習性知らないけれども。でも、やっぱり一番コアラをやってるもん。モノマネで。うん。だからまあコアラなんでしょう。というわけで。皆さんも心理テストを遊んでみてください。はい、この番組では皆さんのメールをはがきもお待ちしております。どんどんとお寄せください。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。